プレイしてるのを見てなんかこう認めてもらいたいというか。一番苦しかった挫折、投げれなくなったことですね。え、大人の人とかだったらそういうホームラン打ちますとか、速い球投げますでお客さん呼べるけど、女子のレベルってそういうところじゃないんで。夢あります？夢はたくさんの人の前でプレーしたいなみたいな。今はとその今までやってきたのもあるんで、やっぱ女子野球自体とかそのプレーしてるのを見てなんかこう認めてもらいたいというかっていう思いの方が結構強いですね。やっぱ現役なんですね今は。で後々はまあなんか自分も野球をする環境をどこでやったらいいんだろうっていうのをずっと小学校の時に野球を始めて、まあ、中学校高校ってこう変わり目の時に結構なんか苦労した部分もあったんで、でその中で何ていうんですかね、野球やる環境がないから違う競技に行くとか、あとはもうやる環境ないからやめるとかっていう人がを結構たくさん見てきて。なので、なんでそういう人たちの手助けというかができたり、あとはなんか野球興味あるけどやりたいけどできないみたいなという人のなんかきっかけ作りというか、世界回ったりとかできたらいいなみたいな、でその延長に殿堂入りできたらいいなみたいな。いや本当そんなにそうだな。挫折ってありますか？挫折はいっぱいあります。一番苦しかった挫折、投げれなくなったことですね。え、投げれなかった？はい、怪我とかではないんですけど、高校2年生に上がるとき、1年生の終わりぐらいからピッチングフォームをちょっと改善しようと思っていろいろやってたんですけど、そしたら自分の投げ方が分かんなくなって、あでも投げるリズムとか結構そのリズムって大事なんですけど、それが分かんなくなってなんか噛み合わなくなって、あのイップスになったんですよ、うん、へえ、きついね。投げたくてもう近くの距離でもなんかおおってなっちゃうみたいな。へえ。でなんとか、まあ、野手もやってたのでサードをやってたんですけど、サードをやってた時は投げれるんですよね、一塁とか。あこうステップしてなんとなくリズムつかんで投げたら投げれるんですけど、一番重要なピッチャーのとかホームがもう投げれなくなってしまって、へえ、ちょっと頑張って投げようと思ったら、あの小判とか、まあ、バウンドして投げれなくて、軽くファーっていう分には投げれるんですけど、もう全然投げれないみたいな。どうやったらいいんだみたいな。それでどうしたの？もうどうしようもできなくて、ずっと野手でやってました。もう投げれないんで。でもどっかのきっかけで投げれるようになったんですよね。そうですね、あ、まあ、2年ぐらいずっとそんなのが続いててめちゃめちゃ、はい、苦しかったんですけど、でその中でもなんかピッチャーをやらないといけない状況ってあったんですよね、やっぱ高校の時にあって、自分もなんか逃げたらダメだと思って向き合ってはいたんですけど、なかなかうまくいかなくて、でその野手をやってる感覚で頭の中でイメージして投げたら、なんとなく投げれるようになったんですよ。あの試合で先発とかをすることになった時は3回とか4回まではなんとか投げれるんですけど、5回ぐらいになったらもうその悪いイメージというか、そのピッチャーをやってるんで、あの野手やってるイメージで 3,4 回までは続くんですけど、それ以上投げようって思ったらもうピッチャーのイメージの方が強くて、でリズムが崩れて投げれなくなるみたいなのが。面白いそれ。ずっとそれを繰り返してて投げれなかったんですけど、大学に入ってでリーグ戦の時も、まあ、なんかそういう感じでピッチをすることになって、こう投げてたら4回とか5回で崩れてくるんですよ。でその時に監督の、元プロ野球で西武ライオンズでもプレーしてた新谷博さんっていう方がいるんですけど、今のクラブチームの監督でもあるんですけど、その人が大学でも監督をしてて、その人になんかめっちゃ怒られたんですよ、試合中に。お前が調整するなって一人で やるなみたいな。でめっちゃ怒られて、で俺がいいと思って使ってんだからちゃんと自分の球で勝負しろよみたいな感じでめっちゃ怒られて、でも自分も一生懸命投げてるつもりなんですけど、やっぱ投げれなくて、なんかまず届かせなきゃとかっていう方が強くて投げてたのが多分気に食わなかったんですよね。でそれでなんかいいと思って出してんだからダメだったら変える権利は監督にしかないんだから、お前がそうやって決めるなみたいなこと言われて、でもそれ言われた時になんか状況も分かってないのに なんだこの人みたいなちょっと切れちゃったんですよ。でもうそんな言うんだったらもう試合崩れてもいいから、もうめちゃくちゃ投げようみたいな、もういいわみたいな感じで、もうファーボール何個でも出してももう知らないみたいな感じで思いっきり投げてたんですよね。でそれでもし怪我というか投げれなくなったら監督のせいにしてやるぐらいの気持ちでなんか投げてたら、その強く投げる感覚が分かってきて、
まあ、荒れたりはしたんですけど、もうそれでなんか克服できたというか。その一言でもうなんか一気に切れて、なんかそれまではなんか投げれないからどうにかこう投げなきゃみたいなの方が強くて、でそれで逆にリズムが崩れるみたいなのがあったんですけど、その言葉を聞いてもうなんかそんなこと考えずにとりあえず投げようみたいな思えたんで、それが良かったんですけど、で後日ちょくちょく取材をされることがあって、そういう高校の時に投げれなくなったみたいな話をする場面もあるんですけど、その新谷さんが知ってそんなことあったんだなみたいな、そのイップスっていうのを知らずにみたいなのがあったんですけど、でもなんかその時の監督の気持ちとしては、なんかピッチャーでよくありがちらしいんですよ、ストライク投げなきゃとかっていう。あでもそうじゃなくて、ピッチャーってバッターを打ち取るのが仕事のはずなのに、ストライクを入れるっていうのが仕事になってしまうと、もうそれはなんかピッチャーじゃないみたいな、ピッチャーとしてバッターを抑えるっていう、そのストライクで勝負するとかじゃなくて、バッターと勝負しろっていう風に思ってこう言ってくださったみたいなんですけど、でもそのおかげでそういう風に考えれるようになって投げれるようになったんで、あの時切れてよかったそれでもなんだっけな、さっき一番面白かったのは、4回ぐらいは野手の投げるイメージでできるけど、それ以降はできなくなっちゃうっていうのが面白いなって。結局人間の集中力ってそんぐらいしか持たないってことですよね、きっと。多分そうですね。あとはそうなってきて、やばいやばいってなって、その試合はあのワンアウトとかツーアウトになったらピッチャーってベンチの横でキャッチボールとかするんですけど、その時にこうステップとかしながらやるんですけども、どうしてもちゃんと投げなきゃみたいな、もうその方が強くなって、ここでなんか投げなきゃみたいな方が強くなるんですよ、イメージが。多分その持ってる気持ちというか、野手はある程度取って、ちょっとそれとも取ってくれるぐらいの感じなんで、大体ここら辺投げればいいかなって思うんですけど、余計に投げれなくて苦手って思ってる分、ここに投げなきゃが強くなって。それ2年ってつらいな、それよかったね、克服できて本当に。でしかも大学でリーグ戦をする前に、2月とか3月のその陸戦が始まる前に、初めて鹿児島の高校から上京してきて、初めては全日本のトライアウトを受けたんですよね、っていう年でもあったんですけど、まあなんか球自体はある程度速い球投げれたんで、で変化球もある程度投げれたんで、二次審査まであるんですけど、一次審査は受かって、で最後の最後に落ちたんですよ、っていうのがあって、余計になんか自信がなくなってて、ピッチャーとしてのっていうのもあった中で、まあなんかそのリーグ戦での監督からのそういう言葉があって、ある程度投げれるようにはなったんですけど。それで日本代表だもんね。あでもその1回目のトライアウトの時はトライアウトで落ちたんですけど、途中でまた呼ばれたんですよ、リーグ戦のやっぱ結果というか、それを見てなんか練習生として1回また合宿に合流して代表候補にはなれたんですけど、最後の最後にメンバーから外れて、その時が日本が初めての優勝の時だったんですけど、で日本で開催の試合だったんですけど、最終候補落ちたメンバーがサポートメンバーとしてそのチームについていろいろ補助というかやったりしてて、試合の時はスタンドに上がって声出して応援みたいなのをやってて、勝つのは嬉しいんですけど、勝ち上がってってなんか盛り上がってくると、負けろ負けろとかって思っちゃうんですよ、悔しくて。あーチームスポーツだとあるでしょうね、それね。嬉しい反面なんか悔しいみたいなっていうのがすごいあって、でその優勝した瞬間になんかもう絶対次はこのグラウンドに自分が立ってるっていう思いがあって、でその時ぐらいにはもうある程度投げれるようになってたん で、 それでちょっとずつ自信も戻ってきて、でそういう目標もできて、高校とかのその投げれないっていう中でプレーするのと、その悔しさを持って絶対次ここに立つって思って、なんかこう決心ができたというか、それがあって、なんか、まあ、その次の世界大会の時は代表に入れたんですけど、ボクシングは練習厳しいじゃないですか、絶対、うん、たまにやるのはできると思うんですけど、それを毎日こう競技でしかも真剣に取り組んでるって、試合ってあんまりないんですよね、試合数とか。ああそうっすね、正確には分からないけど、でもある時トーナメントとかだと、はい、立て続けに1ヶ月半おきぐらいにあるんじゃないかな。あそれでも1ヶ月半とかになるんですね。うん、減量があるからね。あ見たんですよ、減量がきついみたいなの。ああありがとうございます水抜いたりとか。そうっすね、真夏でもコップ一杯飲めなかったね。自分この前たまたまご飯をあんま食べてないというか、あんまお腹空いてなくて、でまあいっかと思ってちょっとだけ水飲んで走りに行こうと思って行っただけで結構フラーみたいなになっちゃったんで、あんまり食事とかも取らずにその中でめちゃめちゃやってみたいな。あとなんかサウナスーツ着てめっちゃ汗かいてるみたいなイメージが。そうっすね、それを超えると、はい、もうすごいね、野生になるんですよ。へなんて説明していいか分かんないけど、もう本当に五感が研ぎ澄まされるっていうのが本当で、はい、ゾーンってあるじゃないですか、はい、ずっとゾーンみたいな。
感じ。でもそれ多分旗から見たら、これ近づいたらいけないオーラ出てますよね、多分殺気というか。いや言われる言われる。ですよね。若い頃は夜歩くとなんかこうみんなさーってこう。あ、そうなんですね。嫌な感じがあるかもしれない、ね、目つきとかすごい鋭そうなかもしれないね。え、煩悩が取れるみたいになるんですか。いや、あるよ、煩悩だらけだよ。え、その減量とかやりながら終わったら何食べようとかって考えます。ご飯のこと考えたら辛かったりするのかなって思って。いや、そればっか。あの CM が辛くて、あのあるじゃないですか、食べ物の CM、はいはい、だまずテレビを見なくなる、僕の場合は、はい、で何してたのかな、あの時ね、ネットもままならない時代だから、はい、何してたのかなって、食べたいものをノートに書いたり。そうなんですか。その試合終わったら食べるものリストみたいな。そうそう、結構格闘技私も好きで見てたりとかで、はい、正人さんとかが試合した後に髪の毛が抜けるみたいな、もう男性ホルモンが出すぎて。あ、そうなの。みたいなこととかを言ってたりしてたんで、なんかそんな中でやってるんだろう。で、最近私も栄養とか結構気にするようになったんですけど、これのもっと極めたバージョンをその格闘技の方とか、そのケルバルシとかやってんだよなとか。野球ピッチャーは走り込んだりするんですけど、唯一その食べ物体重とかの関係がないんで、唯一そこはなんか救われたというか、あよかったなみたいな。ある程度考えはしますけど、割と好きなものは食べれたりするので。そうっすよね、はい、それがなければもうちょっと続けても。練習が辛いのはね、はい、割と嫌だけど、はい、耐えられるんだけど、食べ物ってさ、はい、嫌になっちゃうね、はい。練習頑張って、あ、ちょっと頑張ったからこれ食べようとかっていうのでバランス取れるじゃないですか、うんうん、それができないんですよね。ド M ですね、じゃあ。そう、ド M だから世界戦とかね、はい、世界チャンピオンとかもうやっぱり普通じゃないよね。ド変態だと思う、うん、もう極限まで追い込んで、みたいな。追い込んで減量してできないのだったんだな。俺だってね、試合終わるじゃないですか、はい、で9キロぐらい減量したんですよ、はい、3、4週間で、はい、3、4週間で、試合終わって、まあ、僕サッカーもやってたんですよね、社会人リーグで、はい、で、サッカー仲間でね、すぐ翌日から、まあ、茨城の羽崎ってところに、はい、まあ、合宿という名のまあ遊びで海に行くわけですよ、はい、したらね、3、4日後に13、4キロ太ったかな。そうなんですか。4日間でやばっ。やばいでしょ、はい、頭がいかれちゃって、はい、お腹いっぱいなのに、はい、脳が欲しがり続けて、もう寝ながらずっと食い続けちゃう。へー、ルマンドってわかります。お菓子。お菓子、はいはい、あのルマンド。ルマンド寝ながら食べるんですか。すいません、僕の話長くなっちゃった。いや、すごい。基本的にこうやってやられますよね、多分一番最初の基本の形はみたいなので、うん、そう、教えられますよね、多分。まあ理由はいくつかあると思うけど、影響を受けたってのはやっぱり辰吉丈一郎さんっていう、はい、ご存知ですか。はい、まあ彼の影響がやっぱ強くて、なんかプロスポーツってやっぱ興行として成り立ってるからこそ、はい、まあお金いただいてると僕は思ってるんで、やっぱお客さん楽しませなきゃいけないじゃないですか。でこれ完全に批判ですけど、例えば亀田興毅選手、はい、めちゃめちゃ強いって思うんですけど、一方でめっちゃ堅実すぎるなって思うんですよ。あ、そうなんですか。結構ガーガー言うんですけど、めっちゃガーガー上げてなんかすげえ手堅い、手堅いボクシングされるなって思うんですけど、僕は逆に彼に対してお金を払うことはちょっとできない、うん、僕はですけど、はい、辰吉丈一郎さんだったら、あの試合、現役の試合生で見れるって言ったら2万円でも出せちゃうかもしれない。その興行っていう、そう、楽しませたいっていう側面もありますし、単純に手を上げてるだけだから手疲れるんですよ。だからその疲れる分を攻撃に回したい。超攻撃型なんでって言われたら、まあ、カッコつけてるわけでもないんですよね、特に。スパーリングじゃ倒されないってところもあったのかもしれないですね。だって倒されなきゃ反省があんまないじゃないですか、練習で。だって殴られたって別に殴り返す。その分や、別に先に相手倒せばいいんでしょうみたいな。そうそうそう。あれはそれがゆきさんのスタイルだったんですね。そうっすね。でも後悔はちょっとしてますけどね。だって結果が出なかったし、結構お客さん見に来てくださったんですよ。はい、で、4、5000円とか払ってくださって見に来てくださるんで、はい、秒殺で終わってる試合とかあったんで、もっと楽しませてあげたかったとか、試合見て泣いてる人とかもいたんで、そういうことを思い返すとちょっと心が苦しくなる時はありますけどね。ガオト気になるんですよ。なんかなんでだろうって思って。ちょっとあのコロナ期間中に、はい、ちょっとやってたんですよ。あ、そうなの。はい、いや、あれですよ、本当にそんなジムに通ってとかじゃないんですけど、うん、投げるのとか打つのとかって
結構つながってる部分があって野球と。ああ。私もちっちゃい頃に空手をやってたので、なんかその感覚がすごい良かったんですよ。で一瞬でこうはめるというか。ゼロから始まるとか。はいはいはい。っていう感覚がちょっとこう欲しいなと思って、でその練習したりしてたんですよ。ああ。違うスポーツって結構ヒント多いですよね。結構その軸がぶれないでその場で回るとか、こうなんか入れ替えとか、そういうのって野球の動きでやろうと思ったら。なかなか難しくて、そうやったら別のことで感覚掴んでからそっちに取り入れた方がみたいな、うん、その時になんか打つだけなのになんでこんなにしないといけないんだろうって思いながら打ったらこうやって戻すみたいなのをなんか言われたのがあったんで、あそこで本当にそのプロでやられてた方がどうなんだろうって言ったからええと思ってまあ理論的には絶対こうの方が、はい、あとはその距離、はい、この距離とこの距離、はい、じゃあどっちが近いんですかって話じゃないですか、はい、こっちの方が最短距離なんで、はい、レコの何秒か違うんでスピードよりも大切にしてたものがえでもなんか聞いててあなんかそういう方がプロっぽいなっていうのをすごい思います。で今女子野球もそういうところが足りないんですよね。なんでそのパフォーマンスっていうかいかになんかそう言ってもその150キロの普及に出せってもできないんで、男の人とかだったらそういうホームラン打ちますとか、うん、速い球投げますでお客さん呼べるけど、女子のレベルってそういうところじゃないんで、そうなった時にどういうところでこう魅力に感じてもらうかとか、なんかちょっと気になるなみたいな風に見せれるんだろうみたいなのを今ずっと考えてる段階なんですけど、でたまたまちょっと夜中に全然眠くなかったんでパッてテレビつけたらプロレスやっててヒール役みたいなのになんかかっこいいよみたいな、そういう掛け合いというかこういうのがあって試合やるからなんか次の試合どうなるんだろうとか気になって見るんだよなとか、そういうのすごい考えてみたんですけど、やっぱスポーツってね、もともと我々って楽しいから始めたんで、はい、自分がなんかね楽しむようなスタイルじゃないとやっていけないし、自分が楽しいと思えば結構割と周りも楽しいと思ってくれるのって、はい、スポーツの場合においては結構マッチする気がしますけどね。やっぱカチカチになっちゃうと、まあ、プロはね勝ってこそだとは言うけど、勝ち方もあるじゃないですか、どうやって勝つかみたいな、うん、そんななんか手堅くバントして点稼いでとか、そういうので勝っててもなんか違うし、そこのバランスが難しいですけどね、まあ、僕なんかプロとしては底辺だったので、ただやっぱり最後までモンスターのお客さんをどう楽しませるかっていうところは、まあ、今でも後悔、もうちょっと強ければ長い時間見せてあげたから、入っちゃったなあれたもたもチャレンジというコーナーがありまして、はい、ご存知ですか？見ました。あ、見ました、はい、そうなんです。あれ以前はですね、イレブンチャレンジと言いまして、はい、11秒以内に私にパンチが当たったら、はい、粗品プレゼントっていうコーナーがあったんですけど、はい、ちょいちょい当たるんでそうなんですか、やめたんですよ、はい、なんで今日はこれで勝負させていただければなと思うんですが、はい、これ結構あれですよね、言い方とかでフェイントかましてますよね。私、はい見てて、あ、これ私も出るときにやるのかなとか思いながらちょっと見てたんですけど、あ、どんな感じなのかなと思って、やらしいなって、いや、やらしいなっていうか、ちょっとなんかあんまりやりたくない感じまあ、たまたまチャレンジですね。私に勝ったらプロテインうどんプレゼント。そう、うどんなんですね。おしゃれですね。そうなんです、プロテイン 17g 入ってます。仮面です。勝ったら差し上げます。はい、いきますよ。はい、深爪じゃないですか。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、たまたまゼロ、たまたま3。おっしゃちょっと心整えますたまたま1。あ、よ、はい、いきますよ。たまたまゼロ。やったいやー、悔しい、めっちゃ悔しい。ゼロくれたまらなかったです。あー、嬉しい。参りました。ありがとうございます。くっそー、はい、どうぞ。ありがとうございます。やりました。この番組は、はい、私がゲストを招きして、はい、ゲストが次のゲストをご紹介していただき、最後にいつの日かタモリさんまでたどり着きたいという野望を持ってます。佐藤さんにもご紹介いただきたいんですけれども、はい、どなたがおられますでしょうか。山崎マリーっていう。山崎マリーさん。はい、わかりました、はい、では佐藤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。